アリアです。モモカです。ピンクラテティー ビー始まるよ。イエーイ。今日の企画はアリアの筆箱の中身紹介です。それではどうぞ。筆箱はこれです。ドラえもんの筆箱。さすがアリア。鉛筆がこれです。めっちゃ、え、これキャップ？そう、キャップ。キャップがガチャガチャみたいで可愛い。めっちゃ可愛い。これね、実際に出てきたよね。クマさんがグミって書いてる。これあと赤鉛筆、あと定規、ピティさんからもらってね、このシール貼って。可愛い。あ、私もこれ鏡に貼ってる、うん、アリアって書いてある。私もモカって書いてる。ドラえもんの糊を鉛筆削り。鉛筆削り、うん、鉛筆削り、可愛い。え、めっちゃ可愛いじゃん。チョコミント、美味しそう。あとハサミとマイネームと消しゴム。この消しゴムね、めっちゃ長いじゃん。長細いが消しやすい。してみて。なんかさ、点線入ってない？これ。あ、なんか多分なくなったら書いてる。あー、ちっちゃくなってきたら取れるように切り線が入ってる。すごい。めっちゃ消しやすい。便利じゃん、めっちゃ。でも細かいところも軽く消せる。ヨガだけ。ノートまとめとかするときにペンも使ってるので、ペンも、まあ、ペンは、まあ、いっぱいあります。はい、じゃあ、はい、以上です。アリアの筆箱紹介でした。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。